どうも皆さん、こんばんにちは、ミルスケです。はい、ということで今回はミッションレース続きやっていきたいと思います。ミッションレースの続き、みんな大好き、もうスバレスとか大好きなね、スバレ新旧対決やっていきたいと思います。どこだっけ、ここか。あと5つクリアすればここで新たな車が手に入るってところなんですけども、ワンラップマジック新旧スバル対決、10年の名車スバル360と、神聖なインプレッサラリーカー強さの馬力差、実に20倍、筑波サーキットを舞台に繰り広げられるワンラップマジック、奇跡は起こるのかということで、ラリーカー使っていきますね。1周 2.5 キロの筑波サーキットは、がミッションのステージ、トップスタートの360と最高発のあなたとの差は、53秒、最新テクノロジーをつぎ込まれたインプレッサラリーカーの圧倒的なパワーで追い上げようと。また無駄な時間が始まりますよ。1、2、3、ポチッと。53秒、黙るしかないんだけど、ほんま。ポンポンポンっていくのかな、これね。どういうそれ。何よそれ。すっ、はい、それで、そうだよ。いや、常に、あ、別にいいよ、また聞かれるだけだから。いきなり母が来たのでびっくりしました。母が来たので母の話をしてしまいましたね。母とね、なんかあのつむつむの同意っていうか LINE ゲームでよくあるその追加更新みたいな時のあれね、どうやるのっていうことで聞かれましたけど、適当に流してて、としか言えませんでしたけど、おお、今回あれだね。まあでもこれあれだな、また53秒ってのもね、長いよな。いけんな。
と強引だったけど。強引すぎた。さっきのも遅いんじゃない？さっきよりも早いわさっきよりも早いけどダメだな。もうちょいだ。すまねえな。うわ、マジかよ。よし、よし、余裕ではなかったけど、なんとかできたな。うん、オッケー。金少ないの？いやでも多い方が。はい、ということで今回はここでおしまいになります。いやー、よかったよかった。いやー、ヒヤヒヤもんではなかったけどコンマ106秒の時にうおーってなるよな、そやなはい、ということで今回はここでおしまいになります。皆さんお疲れ様でした。